そんな、こいつ食い破りやがった。何もかも遅すぎたのですね。ご愁傷様としか言いようがないわ。もう完全に知性をなくしちゃってるようね。残念。黙れ！ おいお前、茶化していい場面かどうかくらいわからないのか。怒られちゃった。でも忘れたの？私は100人以上もの同胞を焼き殺した血も涙もない魔女よ。倫理とか情緒とかそういうのは根こそぎ麻痺しちゃってるのよね。だからその辺は多めに見てほしいわ。あなた何をふざけたこと。ふざけてるのはどっちかしら。私より先にあの竜を何とかした方がいいんじゃない。早くしないと可愛いお仲間にみんな殺されちゃうわよ。魔女の言う通りだ。ミネッサたちがこんな状況でちゃんと戦えるのか。私はここで高みの見物と行かせてもらうわ。というわけでせいぜい頑張って。おい、もうこれ以上待っていられないぞ。ミネッサ、ルルータは竜になるのが怖くて竜の血を避けていたのでしょう。竜になってしまった今、あの子は計り知れない恐怖と絶望に取り憑かれているはずですわ。ええ、そうよね。一刻も早く解放してあげないと。だな。それが私たちが最後にしてやれることだ。よし、どうやら気持ちの整理はついたようだな。来るぞ、構えろ。ルルータ、もう少しだけ辛抱してね。安らかに眠らせてあげるわ。任せろ。頼む。竜の力がみなぎる。終わりの時間だ。受けてみろ。私の番ね。
これからも負けないわ。力が湧いてくる。私はもう強くなれたでしょうか。ええ、ああ、あなたたちがもっとしっかりしていればこの結末は避けられたかもしれないのに残念ね。おいお前、見透かしたようなこと言って、ルルータが竜になりかかってたのに気づいてたんだろ。なんでだ、なんで竜になる前に助けてやらなかったんだ。わあ、怖い。八つ当たりはやめてもらいたいわね。あの子の家族は私じゃなくてあなたたちでしょ。ついさっき会ったばかりの私に責任をなすりつけて、自分たちには落ち度がないとでも言うつもり？さすがにそれはちょっと道理が通らないってものじゃないかしら。こいつ殺してやる。待って、カリカロ、確かに彼女の言うことにも一理あるわ。おい、ミネソ。ただし、止める機会があったのにあなたはあえてそうしなかった。私はあなたを絶対許さない。許さないならどうするっていうの。ミネッサ、カリカロ、相手にするだけ無駄ですわ。彼女は私たちを煽って楽しんでいるだけですもの。ちっ、こいつと顔を合わせてると気分が悪くなる。さっさと帰ろう。ええ、そうね。邪魔だ、そこをどけ。もう乱暴ね。こうして繰り返される悲劇を見かねて有用な情報を教えてあげようと思ったのに、このチャンスを逃したらきっと後悔するわよ。なんだその情報というのは。おい、そいつに構うな。聞くだけでも聞いていったらどう。別に見返りを要求するつもりはないわ。じゃあ手短にどうぞ。竜を食べなければ狂気に侵され、竜を食べれば体内の竜が活性化し腹を食い破られる日が迫る。そんな悲劇が起こるのはどうしてだと思う。そんなの決まってるだろ。私たちが魔女として生まれついたからだ。確かにその通りだけど、じゃあなぜ魔女はそういう宿命を背負っているのかしら。ふっ、そんなこと知るかよ。理由なんてないだろ。それがあるのよね。どういうことですの。魔女は呪われているの。竜という血族のニエとなる宿命に囚われてしまっているのよ。デスカルネバーレ以降、私はバーネリアを放浪し、呪いを解くための方法を探し回ったわ。苦心惨憺の末、つい先日呪いを解く方法を見つけたのよ。呪いを解き人間になれる方法をね。なんですって。そんなことありえないわ。あら、ありえないなんて誰が決めたの。それは何もないなら続けるわね。人間に生まれ変わるには星の神殿と呼ばれる3つの場所、北の聖殿、西の聖殿、南の聖殿を巡礼する必要があるわ。そしてそのどこかに隠されている魔女と竜の秘密を解き明かすことができれば、私たちは魔女としての汚れを落とし、ただの人間になることができるの。大したヨタ話だな。やれやれ、とんだ時間の無駄だった。あら、それじゃあ他の3人にも聞いてみましょうか。ねえ、そこの男魔女さんはどう。竜の呪いを解いて人間に戻りたいと思わない。俺は、呪いを解きたいさ。ええ、まあそうよね。魔女のままでいいことなんて一つもないもの。そうだ、呪いさえ解ければ俺はまた騎士団に戻れるかもしれないんだ。今言った方法で本当に呪いが解けるのか。さあ、何
とも言えないわ。私自身が体験したわけじゃないから。こんな奴を信じるなんて間違っているのかもしれない。それでもやっぱり俺はふとした事故で魔女になったようなものだが、元は劣気とした騎士だ。正直魔女になってしまったことまだ受け入れられないし、これから先受け入れられるとも思えない。だから少しでも望みがあるのであれば、人間に戻れるかどうかかけてみたい。お前のことを完全に信じられないという問題はさておいてもだ。へえ、なるほど。葛藤やためらいはあっても私の提案に乗ってみたいってことね。それでそちらのお二人はどうお考えかしら。私だって魔女であることをやめられるならやめたいと思ってる。魔女の力も千里眼の力も忌まわしいものです。この力から解放されたいと思わない日なんて一日もありませんでしたわ。ということらしいけど、真っ先にデタラメと決めつけたあなたは魔女をやめたいと思ってないってことかしら。そんなわけないだろ。好き好んで魔女で居続けたいなんて思うわけない。私は単純にお前の話など信用に値しないって言ってるだけだ。はあ、固くなね。でも今の時点で私の話が真実だと証明する手段がないってことは理解してもらえるわよね。そりゃな、前例がないんじゃ証明しようがないだろ。ここで私から一つ提案。この情報が真実かどうか一緒に確かめてみない？はあ？かくいう私も自分を苛んでいるこの呪いから解放されたくて仕方ないの。だけど星の神殿を巡礼するには私一人じゃ力不足なのよね。だから同じ目的のために私たちで手を組まない？なるほど、そういう目的があって今まで俺たちを品定めしていたわけか。ええ、その通り。で、どうかしら。よし、話は分かった。俺には失うものなんてないし、提案を飲もう。魔女のままでいれば竜になるか狂気に侵されるか、どちらにしても悲惨な末路をたどることになる。旅の途中でブーン付きで倒れたとしても、そっちの方がよっぽどマシな死に方というものだろう。いい感じね。そっちのあなたたちは？協力してもいいわ。もし人間になれるのだとしたら、妹たちをこの悲惨な宿命から救ってあげられるもの。私もミネッサの意見に賛成ですわ。ちょっと待てよ、みんなそんなにホイホイ話に乗っかっていいのか？もしかしたらこいつ私たちを騙そうとしているのかもしれないぞ。それでも可能性があるなら試すべきだわ。たとえ巡礼が終わった後人間になれなかったとしても、私たちは多少の時間を失う程度で済むもの。ダメで元々というやつですわね。ふぅ、わかったわかった。要はそいつに対する好き嫌いを判断材料に混ぜちゃいけないってわけだな。よし、決めた。だったら私も一緒に行く。これでめでたく話がまとまったようね。旅の仲間が4人もできて心強い限りだわ。これもまた運命ってやつかしら。まあそちらのあなたはデスカルネバーレを起こした張本人と一緒に旅をする運命なんて嫌でしょうけど。ちっ、いちいち嫌味なやつだわ。おいミネサ、気にするなよ。俺はゼフィ、まだ名前を聞いていなかったと思うんだが、よければ教えてほしい。極縁の魔女という呼び名はできれば使いたくないからな。あら、そういえば言ってなかったわね。私はシャルロッタっていうの。よろしく。ミネサよ。カリカロだ。ラポネットと申しますわ。ゼフィにミネサ、カリカロ、ラポネットね。うん、ちゃんと覚えたわ。早速だけど一度ネグラに戻りましょう。ハルたちに
このことを知らせなくてはいけないし、支度を整える必要もあるから、あなた、シャルロットもついてきてちょうだい。わかったわ。ミネッサ、大丈夫ですの？やはり、彼女と行動を共にするのは辛いんじゃ。大丈夫よ。もう誰も、ルルータのような目に合わせたくない。こんな悲劇、一日も早く終わらせないと。ねえ、シャルロッタ。つかのことを聞いてもいいかしら。別に、聞くだけならいくらでもどうぞ。答えられるかどうかは全く別の問題になるけど。じゃあ、聞くだけ聞くわね。どうしてあなたは、極炎の魔女を名乗っているの？それ、どういう意味？さっきも言ったけど、やっぱりあなた、10年前に私が見たあの魔女とは、明らかに別人だもの。一体、どうしてそんな二つなの？だから、それはあなたの記憶違い。6つのねぐらを焼き尽くし、100人もの魔女を焼き殺したのはこの私よ。私のことを恨みたいならそうすればいいし、旅の道中で復讐するつもりでいるなら、いつでもご自由にどうぞ。そうか。それはいいことを聞いた。よし。いずれ隙を見て殺そう。ええ、どうぞどうぞ。そういう分かりやすい思考は好きよ。ただ、私も黙って殺されるほど親切じゃないし、逆に殺し返すかもだから、機会はよーく吟味することをお勧めしておくけどね。喧嘩売ってんのかお前！先に物騒なことを言って挑発したのは、カリカラの方だと思いますけれど。なんだよラポネット！こいつの肩を持つのか？いいえ、そんなつもりはありませんわ。今のはただ、客観的にはどう見えたかというだけの話ですわよ。あら、私のことかばってくれるの？そんなつもりはみじんもないですわ。私たちは同じ目的のために一時的に手を組んでいるというだけ。変に仲間意識を持たれては困りますわね。おとなしそうな顔して言ってくれるじゃない。おい、お前たち、そのなんだ、少し殺伐としすぎてやしないか。みんな魔女同士、少しぐらい和やかに話をしてもいいと思うんだが。元騎士の男魔女さんはいい人みたいね。いや、そういうわけじゃ。ああ、そうだ。これは私の経験則だけど、真っ先に死ぬのよね。あなたみたいなお人よしって。まあ道中せいぜい気をつけて。はあ、この調子じゃ中を取り持とうとするだけ無駄だな。シャルロッタ、あなたに私たちと慣れ合う意思がないということはよく分かったわ。ただ、一緒に旅をする以上、無駄にギスギスするのはお互い得ではないはずよ。そこを考えてみてほしいのだけど。へえ、そうなの。私は別に何とも思わないけどね。ダメだ。彼女の腹の内がまるで読めない。だが、それは他の3人も大して変わらないか。無論ミネッサたちには助けてもらった恩はあるが、それとこれは別の問題だし、騎士団にいた頃とは違うんだ。自分の身を守れるのは自分だけ。くれぐれも肝に銘じておかないと。失礼いたします、フェルゼン法王。例の件について第一報をお持ちいたしました。ほうかそうか、無論収穫はあったのであろうな。はい、あの者の家で押収した書物の中に古代文字で書かれた日記帳を発見しました。さらに魔女と関係があると思われる文献も見つかってございます。コーベリアが持ち帰った報告の裏付けとなるやもしれぬな。よしよし、では数奇教よ、あとは任せたぞ。急ぎ有識者を編成し
解読にかかります。吉報をお待ちください。着いたわ。へえ、ここがあなたたちのねぐらなのね。趣があって素敵じゃない。中に私たちの妹がいますわ。くれぐれもあの子たちを怖がらせないようにお願いしますわね。いやあね、そんなことしないわよ。ふん、どうだか。それじゃ行きましょう。正直気が滅入ってしまうな。あんな小さい子たちに家族の死を伝えなければならないなんて、俺でさえこんな気持ちになってしまった。ミネッサたちの心情は察してあまりある。ただいま、みんな。ミネッサね、カリカラね、ラッポね、おかえり。なんだ、そっちの男も一緒なのか。おかえりなさいなのです。ああ、4人ともいい子でお留守番できてたかしら。はい、モネたちきちんとお留守番してたのです。そっか、えらいな。あらあら、小さな魔女がいっぱいいるわね。あれ、この人誰？もしかしてお姉さんも魔女なんですか？ええ、そうよ。私はシャルロッタ。別に覚えなくてもいいわ。シャルロッタね。私はパルよ。モネはモネなのです。よろしくなのです。チキータ、私はプチトットって言います。よろしくお願いしますね。よろしくするつもりはないんだけど、まあいいわ。妹にまでそんな態度取りやがって。やっぱりお前ムカつくな。カリカロン、落ち着いて。シャルロッタのことより、まずは。あのさ、ミネッサね、ルルータはどこ？ええ、そのことなんだけど、みんなよく聞いて。ルルータは連れて帰ってこれなかった。あの子は竜になってしまったの。ええー、ちょっと待ってよ。それどういうことなの？伝える方も辛いよな。信じたくない気持ちはわかるが、ミネッサの言った通りだ。あの子は。おい、余計な真似をするな。それを言うのはお前の役割じゃない。いや、しかし。これは家族の問題です。この件への口出しはお控えくださいな。わかった。ねえ、それでルルータは？きっとあの子は天国へ行ったわ。だから大丈夫よ。そんな、ルルータ死んじゃったの？正気を失って襲いかかってきた。どうにもならなかったんだ。一度竜になってしまったらもう元に戻すことはできない。私たちがちゃんと最後の時を見守ってきたわ。あの子が一人で行かず安らかに眠れるように。はあ、他に方法はなかったんだよね。ごめんなさい。私の責任だわ。私がもっと普段からルルータに気を配ってあげていたら。ミネッサだけのせいじゃない。それを言うなら私だって。ええ、その通りです。私にも責任はありますわ。悲しくて胸が苦しいのです。みんな、今だけは好きなだけ泣いて構いませんわ。それはみんながルルータのことを大切
切に思っていた証ですもの。ラポネ、私ちゃんとルルータとお別れしたい。モネもなのです。ええ、後でルルータのお墓を作ってあげましょう。魔女は危機として竜に身を委ね、バーネリアに破壊をもたらしているのかとばかり思っていたが、ここにいるのはみんな年齢相応の普通の少女ばかりだ。どうやら法王庁や鎮魂騎士団が言い伝えている魔女に対する教えだけが全てではないらしいな。それにしてもすごいな、ネグラ内に墓標があるなんて。それもこんなにたくさん。おいお前、雑草は抜き終わったか？ああ。ルルータの名前も刻み終わったわ。ミネッサ、戻りましたわ。お花持ってきたよ。ルルータのためにたくさん積んできた。ありがとう、みんな。ルルータもきっと喜んでくれるわ。そこがルルータの墓だ。さあ、みんなで飾り付けをしてやってくれ。はい、わかったのです。ルルータのために一生懸命綺麗にしようね。お願いしますわ。これだけ思われていればあの子もきっと安らかに眠れるな。なんだろう、何か忘れているような。って、そうだ、シャルロッタはどこに行った？